皆さんこんにちは。どうもマントでございます。先日私が行いました、京都へ行こうっていう企画の今日は荒川沖一宿、一宿宿、若芝宿、この歩いていた経過を動画にしております。今歩いているところは、私の家から一番近い荒川沖宿ですね。あんまり大きい、宿場町ではなかったんですが、まだ茅葺きが残ってたりして、こう見ると少し趣があるんじゃないかなと思います。これ左側にありますのは荒川沖駅、常磐線ですね。で、家族からですね、相当な避難号々、高さを抑え込みぐらいのマウントで、縛り付けられていたんですが、もう我慢できなくてね、どうしても旅に出たくて仕方なくて、こうして、家出のような旅になってしまいました。はい。で今回は、この旅の安全を祈願するために、今見えてくると思いますが、菅原道真の天満宮がございましたので、ここで、旅の祈願ですね。まあ、昔の道を旅するわけですから、まあ、ちょうどいいかなと思いまして、受験の時は全然こんなところにお参りもしなかったんですけど、今回はちゃんとお参りさせていただきました。お参りも。画面変わりまして、マップにですね、今回の道程を書きましたけど、写真になっちゃったんでね、ちょっと見づらいと思います。皆さんでは、水戸街道の方で、検索していただくと、ウェブの方で、わかると思いますので、できれば検索してみていただきたいと思います。はい。現在ね、今は、旧街道を歩いております。で右側の方にですね、六号国道が走っております。
旧街道の方から北欧国道に入ります。ここは重複しておりますね。この日天気の方はどちらかというと今見ていただくと分かるんですけど、雲が少し垂れ込めておりましたので、いくらか暑さには大丈夫だったかなとは思います。まあ、ですが汗はもうびっちょりですよ。この時点ではだいたい朝の5時から6時ぐらいの間だと思います。はい、今牛久市に入ります。荒川市から牛久までこの牛久市に入るのにはそんな時間はかかりません。今入っておりますけど、何度か北方国道と旧街道と出たり入ったりという状況がありますね。左が走っている道は北方国道、その頃は順調に軽快に歩いているのがよくわかると思います。そんなに早く歩いてないんですが、随分気持ち的にも解放された思いがありましたので、どん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 歩いてきましたね。で、この間、朝食を、この街道に待って、朝ごはんを食べます。歩いてるんですが、これ左側、牛久駅になります。で、牛久駅から、旧街道です。牛久は私の母方の曽祖父が住んでた町ですので、牛久とは左のある町です。その近くのタブーというところがあって、あとまた駅前にも今、建物建てる駅前のビルの敷地に住んでたことがあったようです。はい、これ六王国道から、牛久宿に入る道でございます。牛久宿に入ってまいりましたけども、意外とまっすぐな道で、旧街道ですけどもまっすぐな道ですよね。敷地もね、今は現在変わっていますけども、意外と整然としておりますので、この辺りが牛久宿の様子伺えるんじゃないですか。はい、牛久宿本陣跡に着きました。それとこれが、明治天皇が、明治時代にですね、おなばけがはらで近衛の野戦砲兵が、訓練をした時に、その訓練をご観覧になったっていうことで、本陣に泊まったんでしょうね、きっとね。
そういうこともあって今記念碑が建てられておりました。私の配偶者の、曽祖父が、この絵の奉幣をしておりましたので、何かゆかりを感じております。はい、そうしてるうちに旧街道から S 号に戻ってきました。ここを渡って、それから若柴に、湯ヶ崎とかですね、若柴に渡るんですが、今は道を渡って、東側に行かなければなりません。旧街道をこの踏切を渡ってついていくわけですけども、今回の動画尺が長くなってしまいましたので、この先はまた次回ということにいたしたいと思います。いつも動画ご視聴ありがとうございます。また次回お楽しみによろしくお願いいたします。万歩でございました。どうもありがとうございます。